藤尾によるゲーム実況、今回から新しく始めていきたいと思います。スーパーロボット対戦ゼーということでね、はい、今回から始めていきたいと思います。スーパーロボット対戦ゼット、いつもご視聴してくださってる皆さん本当にありがとうございます。初見の皆さんもぜひゆっくりしていってねということでやっていきたいと思います。何ゲームだっけ、最初から黙っちゃってますけど、まあ、あれですね、有名なスーパーロボット対戦 Z やっていきたいと思います。プレイステーション2版ですね。というわけで、多分初めからやりますけども、多分一回だけこれ、プレイしたことがあります。ということで、内容はほぼ忘れちゃったんですけども、やっていきたいと思います。まずはね、男主人公か女主人公かを選ぶことができます。さすらいのシュリア、というね、このパートナー、二人パートナーか、ザ・ライト・スタッフというね、この二パターンであるんですけども、んー、どっちで行こうかな。まあ、人数多いし、こっちかな。ということで、ザ・ライト・スタッフでやっていきたいと思います。節子・小原、節子、9月3日。いや、ここは自分の誕生日にしよう。あー、いや、うん、元旦がいい。元旦がいい。A 型じゃなくて AB 型ね。はい。節子・小原、まあ、節子で行きましょう。あんまり変えてもね、あれなんで。はい。藤尾でやっていきたいと思います。プレイヤーですね。というわけで始まりました。宇宙世紀と呼ばれる時代、国家を廃止し、地球連邦政府の元に統一された人類はスペースコロニーの建造を成功させ、その生活の場を宇宙へと広げていった。だがそれは新たな戦いを生む土壌となり、スペースコロニー軍サイド3に、誕生したジオン航空による、地球連邦から独立宣言は一年戦争を経て発展していた。かつてない規模の巨大な戦争を甚大な変化を生み、以降社会の爪痕を残した。もうやばい、長い長い。というわけでね、はい、まあこのゲームはですね、いろんなロボットっていうか、なんだろう、あのいろんなロボットアニメなどそういうところのあれが集まってっていうのかな。まあちょっと説明がね、説明が下手くそで本当申し訳ないんですけど、まあいろんなね、有名どころのロボットが集まって、ガンダムなど集まってやっているゲームです。まあ、シミュレーションゲーム、あ、早送りできたな。シミュレーションゲームっていうのかな、まあ、まあボードなんていうのか難しいところですけども、やっていきたいと思います。月面地球連邦軍ルッテチウム基地、なんか読みづらいな、やっぱり。はい。ここら辺長くなるのかな？ルデチーム騎士通路。おい、そこの前。ちょ、ここはもう読まなくていいかな？若干ちょっと早送りで行きましょう。こうか。はい。これくらいでいいかな？自分は節子小原少尉ということで。グロースター。新しいところに来た。まあ、スタッフですからね。誰かし。あ、これ難しいな。結構知らない人物が自分多いかもしれないんでね、また後々分かれば説明していきますが、ぜひね、分かる方はコメントしていってくれると嬉しいと思います。まあいろんなガンダム世代の人もいると思いますけども、ぜひこのゲームはね、やってほしいですね。いや、ほんと面白いからな。スーパーロボット対戦はやっぱり迫力っていうか夢の共演みたいなのがあって、本当に楽しくできますね。まあこれ実況し始めましたけれども、まあどれくらいの第1回ですけども、どれくらい長い感じになるのかは全然わかりません。もしかしたら本当垂れ流しの長い動画になっちゃうかもしれません、1回1回が。でもぜひご覧いただけたら嬉しいと思っております。でもこの人は仲間ですね。グローリースターを舐めてるとということでね。まあ新しいチームなんでしょうね。まあ、オリジナルですね、多分。この3人はオリジナル、オリジナルキャラクターということでね。このゲームオリジナルのキャラクターで、まあ、プレイをね、まあ、やっていきたいと思います。さっき男主人公とありましたが、あっちのパターンだったらあっちのパターンで、また違う、あれが選べると思うんで。まあ、ぜひ、そっちはね、やれないかもしれないですけども。また、あのね、方はやっていればぜひご覧ください。ということで、はい、出撃でしょうね。はい、非常招集。
これ長くなるかな、ほんと。まあでもできるだけね、20分以内、15分ぐらいでね、収めれればいいかなと思っております。ということで、戦闘行きましょう。ご無事で皆さんということでね、せいぜい頑張りなよってアンさん。まあ、どういう関係性かわからないですけどね。名前が出てこない。あ、セクハラか。まあまあまあ。セクハラ。というわけでね、まあ、この3人が同じチームということで、まあやっていくんでしょうけども。さあ、戦闘面に入るのかな?ちょっと早送りしますね、ほんと。ここら辺、うん、次回から本当にどうするか、まあ、これが試験的な感じなんでどうなるかわかりませんけども、まあ、こういうストーリーを飛ばして、まあ、自分が理解して、それを、まあ、バトル風景のところで説明してもいいんですけどね。まあ、ストーリーっちゃストーリーですからね。ぜひ流したい部分ありますけど。さあさあさあ。まあ、ティターンズっていうね、向こうの、なんかチームでしょうね、あれは。そういう奴らとね、言い争いっていうか、まあ、ちょっと格差を感じているところなんでしょう。まあ、ほんとすいませんね。にわかっていうか、文章全然読んでないのに、こういうこと発言するのもあれですけども。ぜひやっていきましょう。おーっと、早めに切り上げたいが、まあ、銃撃ってない。この人もね、操作するでしょうから、期待をね。ぜひぜひ。まあ、いろんなキャラクターが後々出てくると思いますけど、ぜひそれも楽しみにしていきたいですね。いろんな、だから、いろんなガンダムとかはね、そういうロボット機体が出てきますので、楽しみでーす。ということでね、この3人もそろそろ出撃するんじゃねえの?まあ、ぜひぜひ。いいプレイを見せたいけども、まあ何が起こるかわかんないっていうあれもあるんで、ぜひ、アドバイスなどあればよろしくお願いしますということで、さあ行きましょう。出撃です。はい。もうどんどん早く、まあ警戒レベルが来たということで、さあやっていきましょう。初回ですね。ザ・ライトスタッフ、第1話。長いなぁ。ま、ほんと第1話だけですけどね。さあ、どうなるのやら。来ましたね。これが期待ですね。スクランブルから1分15秒で出撃か。まあ、合格点かな。こちらどうも。ってことでね。はい。この2人ですね。トビーと、誰だ?デンゼル。この2人が来ていますが、セツコが来ていない。さあ、何体いる?はい、5体ぐらいいたかな。え?ガンダムマーク2に行か、ついていかせて。相手はええよ。強いかな。さあ行きましょう。あ、いた!いた!はい、というわけでこれ、ザ・ライトスタッフ。アポリーとロベルトの撃墜、いずれかの味方役にと撃退じゃなく撃墜させないようにね。やっていきましょう。移動をこなして、こっち5体ですね。まあ、この3人で固まりながら行きましょう。援護できるところ、どこいるどこいる違う。どこどこどこえいないいない感じか。はい。2人ですね。やっていきましょう。まあ、こういう感じでね、相手ターンと自分ターンというわけで、あります。攻撃来ましたね。まあ、見ていきましょうか。でも、はい。まあ、初回だけこんな感じで見ていきましょう。仕掛けたなら容赦しねえということで、ここ音声とか入ってるんでね、ほんと楽ですよ。攻撃開始。さあ、単体攻撃が来ます。まあ、13% だったんで、全然避けれますね。はーい。早送りで。すいませんね。はい、行きましょう。クリティカル。おー、持ったな。クリティカルでも3000ちょっとか。レベルアップで、ん?節子?っていうことで、はい、来ましたね。
おー、来た。節子ここで来たのか。へえ。さあ、やっていきましょう。レポート作成。めんどくさそうだな、レポート作成。まあ、期待を壊さないようにやっていきましょう。もう二人援護しながら行きましょう。後ろの2体をね、倒すのが目的なんで。あ、攻撃は来るよね。まあ、ここら辺も、同じ攻撃かな？もうちょっと見ていきましょう。のんびりできるといいんですけども。我々にも意地はある。うん、そうだね。でも攻撃は当たらないね。あ、マジか。十何パーセントで当たるか。このざまを見て笑ってやがるな。そうですね。俺が笑っちゃってる。お、英語。避けても弾は追ってくるぞ。うい、いいですね。まだ引き下がれ。こんな感じでですね、一旦一旦交代交代で攻撃、まあ攻撃などをやっていき、目的を達成するということですね。この後ろの2体、このちょっとエフェクトというか画面が違うやつかとね、戦っていきたいと思います。違うな。まず節子だな。ここに置いて攻撃しましょう。ヘルブラス、ね、ヘルブストライクだってごめんなさい、間違ってます。はい、軍人には戦う意味があるということで、女軍人か、やっていきましょう。集中して集中して。はい、こういうね、画像が出てくれるのは本当に楽しいですよね。楽しみの一つですね。まあぜひぜひ、ちょっと長くなると思いますか。一人一個ずつぐらいね、必殺技、違うやつ出るんなら見ていきたいと思います。それ以外は若干カットというか早送り的な感じでやっていくと思いますが、ね、ぜひ、期待しましょう。はい、ここはね、デモオフにしていきたいと思います。こんな感じですけどね。倒します。OK です。後ろの2体を倒さないといけないので、できるだけ固まってね、援護ができるようにしていきたいけども。難しいな。でもオフで。これはね、こういう、あれですね、当たる判定 16% とか、あるんで、全然当たらないときは当たらないですけどね、まあ、十何パーセントでも当たる、さっきも当たりましたからね。怖いっちゃ怖いですよ。ここもでもオフで行きましょう。24%。よし、ミス。で、こっちで倒す。こんな感じですね。さあ、来ましたね。倒すべき相手、2体。さあ、45%、88% と変わっておりますが、よし、相手ミス。こっち当たりますね。さすがに 88% じゃね、当たるでしょう。はい、こっちのフェーズですね。まあ、まず1体ずつね、潰しに行きましょう。さあ、スター、あ、ここあれ当たらない。ちょっと移動しよう。ここら辺か。あれこれ撃てないのか。まあいいや、攻撃しましょう。まずは潰すことだ。3000ちょっとだ。あ、ミスったか。どっちもミスですね。いやー、こういうね、精神とかあって、これで命中率が 100% になるなど、いろいろありますんで、使っていきましょう。SP37 かぁ、まあ、使おうか。はい、攻撃当てた方がね、いいんで、まずは1体ずつ潰しましょう。 100% で、もうちょっと残ったか。まあいい、1体ずつ倒しましょう。ここか。先にね、あれを行わないといけないですね。集中とか能力を使うと。だからほんと使うタイミングミスったらね、全然、あれですからね。さあ、一体倒しました。レベル3に上がった。こんな感じで SP などもね、レベルによって上がりますけども。資金によってね、上げることもできます。まあ、後々これは説明していきたいと思いますが。3体並んじゃったよ。さあ、来ますね、攻撃。いや、全然、まあ、これ第1話ですから。当たってるし。おいおいおい。さあ、最後、1体。倒しましょう。もう、ここは精神とか使ってもね、余裕ですね。これ違う技か。ちょっと見てみましょうか。でも、オン。あ、どんな感じかな。こっちからの攻撃だからな。うん、同じコメントか。避けても弾は追ってくるぞ。あ、これやってたぞ。よせ、よし、倒した。あれ、こんな体力つかなかったっけ。まあ、そんな感じか。はい、ということで目標達成。
だからこんな感じでレベ上げもしていくときはね、え？まだくん、あ、これ、ちょっと待て。こいつら敵？いや、これは目標じゃないから多分違うと思いますけども。あー、やばい、こんなんだったっけな。攻撃。マジか。マジか。あ？ライフを4000以下にする。味方ユニット。これはきついな。どうするどうするどうする。余裕ぶっこいて使っちゃったよ。まあこれは、動かなくていいか。相手の攻撃を待とう。やばい。うわ、こうやってね、そう、余裕ぶっこいてやってたら、こんな感じで来るとかありますからね、意外に。だから、内容し、忘れてるから。これは攻撃できるから、3体で攻撃しよう。ここら辺でいい。で、回避率 30% アップなので、まあ、こんな感じか。でもオフでいきます。よし、全然余裕だ。こいつは後々味方になるんじゃなかったっけなと思うんですけど、軍人ということでね。OK。4000以下になったら撤退するらしいので。でもこのターンに撤退はさせない。潰す。直感が強かったのか、確か。ここでいい。よし、100%。OK。これ、撤退すんのかな？あー、撤退しますね。これ、2体とも、撤退するな。あれー、これどうなの？マジか。こういうムービーはね、流れるときも流れます。そう簡単にやらせはしない！怖え、ガンダムマーク2だったっけ。さあ、避けろ、避けろ。避けろよー。やばい、損傷。やばくない？ぶねえ、死ぬところだよ。ここら辺はストーリームービーなんで、さすがにないと思います。くぅ。はい。さあ、応援に向かう。なんで、なんで、さっきこっちはめっちゃ押してたの。え？覚醒？空間がねじれる。はい、ということでね、第1話終わりましたけどもこんな感じですね。というわけで次回第2話いきたいと思います。ではね、またご視聴お願いします。まあ、こんな感じでね、ストーリーも見ながらちょっと早送りですけどもやっていきたいと思います。では今回ご視聴ありがとうございました。また次のパートでお会いしましょう。ではさよなら。